ミッションスタート。その程度か。弱いな。所詮は過当なテラーシということか。その過当なテラーシとやらに手こずってんのはどころどいつだ。オーシム様がいなければとっくに真っ二つに引き裂いて思い上がるな、テラーシ。本気で来いよ。ぶっ潰してやっからよ。の中か。落とす。ニューレコード。レイダー博士、私を救おうとしてくれてありがとう。あんたは異星人なのに我々の味方をしていたのか。味方どうでしょうか。私は故郷の星のために戦っていたのかもしれません。私たちは無慈悲な戦闘民族ではない。この星の人たちにそう伝えたかったのかも。南司令、一人にしてもらえますか。テル君、聞こえる？南さん、どうしたんですか？ごめんなさい。あなたとの約束、守れそうにない。南さん、何があったんですか？緊急連絡です。南司令は侵入者により治療中です。一時的に指示は天道さんと北根で代行します。そんな今でも覚えてる。あなたと一緒に旅立った日のこと。これから始まるんですね。ええ、この地球と私たちシドルの全ての民を救う旅。先の見えない険しい道ですね。ええ、でも一歩を踏み出すことで
新しい道が見えてくる。はい。私たちはあなたから全てを奪った。奪われたものを返すことはできない。でも私はあなたたち、地球の子供たちに必ず未来を送る。約束するわ。はい、みなみさん。僕は思います。この先どうなろうと、僕は思います。この先どうなろうと、僕はあなたと出会えてよかった。私もよ。みなみちゃん。みなみさんが、嘘だろ。バカな、戦場はこっちなんだぞ。テルさん、応答してください。すぐにそのエリアから離れてください。敵の前線が迫っています。ミナミさん、これは私の生命反応がなくなった時。テル君、あなたに自動送信された。二つの星を救おうなんて、私のあまりにも無茶な計画に付き合ってくれて。だけどこの道は遠く険しい。力を得るだけでこの戦いは終わらない。世界を救う最後のピース、それは強力な兵器でも巧妙な戦略でもない。人の力、大量の人を殺すのも人ならば、それを救うのもまた人。あなたがその希望の天使に出会えることを祈って。残念ながら私にはなれなかった。一緒に世界を救う夢、確かにあなたにその夢を託す。前に進んで。さあ、僕は。こちらスパークマン、前方敵影に対処する。南さんの分まで前進する。ミッションクリア。
New record. Epic. Minami さん。泣く暇も与えちゃくれないなんてね。あんたたちしっかりしな。戦場ではヤマトたちが命張って戦ってるんだ。すみません。全ローグの戦況データを更新します。イクシア、4時方向、第二防衛ラインを突破されました。敵勢力さらに増大中。ダイバー級ローグの損耗率が6割を超えています。え、何これ。どうかしたのかい。巨大な飛行物体が接近しています。これはミサイル。とんでもない大きさです。威力、範囲ともに過去最大と思われます。撃ち落とせないのかい。通常兵器でどうにかできるレベルじゃありません。このままじゃイクシアは。なんてこったい。浮上プロセスは現在フェーズ3まで進行中です。かなり微妙なところだね。だけどここで諦めるわけにはいかないよ。南さんのためにも必ずイクシアを浮上させるんだ。はい。分断された。助けに行ってやりたいのは山々だけど、こう数が多いんじゃどうにも。また来やがったか。次から次へと。こっちは僕一人で問題ない。片付けてすぐに合流する。早く来ないと雨宮君が来る頃にはこっちも片付いちゃってるかも。お前ら位置につけ、迎撃するぞ。
から後方に新たな防衛線を形成する。退却だ。霧島、後方からも敵です。持ちこたえられません。何、とにかく霧島、早乙女、脱出しろ。でもこっちなら大丈夫だ。急げ、これは隊長命令だ。わかりました。ジュン、レリオ、脱出ポッド起動。5、4、3、2、1。仕方ないな、隊長。私が守ってあげる。一人だとちょっと難しいな。何をしている。早く脱出しろ、霧島。うっせ。脱出しろ、霧島。Ready up!